誰でも楽しめるネイチャーフィーリング、やってみよう。皆さんはネイチャーフィーリングという言葉をご存知ですか？今回はここ江津湖でネイチャーフィーリングが体験できるということで、私も参加させていただこうと思います。今回の熊本緑化人はこちらの方です。こんにちは、水と緑ワーキンググループの大澄です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大澄さんは熊本の花や緑、自然についてその魅力を伝え残していく活動に取り組む、その道のスペシャリストである熊本緑化人。緑化人かっこいい。ネイチャーフィーリングってどんなことをされるんですか？五感をフルに活かして自然を感じたり、触れ合いを楽しんだりする観察のことです。耳や目が不自由な方や車椅子利用の方など、障害のある方、小さいお子さんやお年寄りの方、どなたでも参加できるんですよ。みんなで一緒に楽しめるんですね。そうなんです。さあ、ネイチャーフィーリング初体験です。ドキドキ。頑張って。あー、大きいでしょこの木。大きいですね。でさ、そこら辺の木と比べて違うのは何だと思う？枝がすごい伸びてて、青々とした葉っぱがたくさんついてます。そして太い幹、そうよね。で、このクスノキの特徴がね、はい、ちょっと来て来て、よいしょ。大丈夫ですか？ね、本当はね、葉っぱ取りたくないんだけれどもね、葉っぱを取るときには木が痛くないようにちょっと上の方にプチュンってして取る。はい、はい、この葉っぱよく見てください。この葉っぱ、クシュクシュクシュってして、クンクンクン、クシュ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 ってして、で、クンクンクン。え、いい香りがする。何の香りだ。懐かしいでしょ。おばあちゃんのタンスの匂いはします。そうよね。これクスノキ、クスノキのね、はい、この香りがタンスの中の小脳の香り。あ、そうなんですか。小脳を保護する小脳の香り、それに使われるんよ。なるほど。こうやって嗅覚や感覚を使って観察をしていく、それがネイチャーフィーリングなんですね。 Don't think feel。 この回を企画された高橋さんにお話を伺います。私たちは介護現場でいつも働いている自然観察指導員なんですけども、熊本県は認知症のサポーター養成っていう、そういうボランティア活動が非常に有名な県でして、できれば認知症の方も、それからその他の障害のある方も一緒に楽しめるのがネイチャーフィーリングかなと思いまして、看護師や介護職の人もいますので、安心してご参加していただけるんじゃないかなということで企画しました。本当に安心して、そして皆さんとこう話をしていると楽しく観察できそうな気がします。そうですね、お一人お一人の障害の個性に合わせてお話ししていただけるんじゃないかなと思って、大変楽しみにしております。はい、この落ちていっぱい落ちてるでしょ。はい、これがみんな種なんですよ。これですか？センダンの種。ちょっとこっち行ってごらん。みんな臭いもんね。すっごい大きい種。そう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 、この種よく鳥が、くっさこれくっさい。こんないっぱいね、種が落ちる件が子供も増えるんですよ。そして鳥が食べるの。へえ。鳥さんから見たら美味しいよねこれ。そしてね、食べるときに中身の種だけね落としていく。あ、じゃあここだけじゃなくって広い範囲にまた子供が増えていくわけですね。そう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 。へえ。鳥さんはこれ美味しいのかな。でもやっぱり人間も納豆とか臭いもの好きですしね。子たちが喜ぶ香りかもしれない、ね、れないですね。いや、なんか癖になる香り。体いっぱいで感じることができました。今回は本当にごく一部だったということですが、他にはどういうふうな活動されてるんですか？もともと私は地下水を守るっていう活動をしていましたから、
なぜこの江津湖がこんなに水が豊かなんだろうとか、そういうことを知るために、例えば地質探検であるとか、簡単な水質調査を子どもたちとして、その後こんなお水だからこんな生き物がいるねっていう生き物観察、そして地下水を味わうための野立てコーヒーとか、上流の水を貯めてくださる田んぼで採れたお米をお粉にしたお菓子を提供しています。江津湖にこだわるのはヒメバイカモって言うんですけれども、ここでしか見れない藻があるんですね。ぜひそれを見ていただいて、そして江津湖を守ろうという気持ちを一緒に持っていただきたいと思います。ネイチャーフィーリング参加をきっかけに、自然にもっと興味を持ってもらい、そして自然を守りたいと思ってもらえたら嬉しいですね。もうどなたでも気軽に参加していただきたいですね。そうですね、お待ちしてます。お問い合わせや参加方法についてはこちらまで。以上、熊本花博テレビ誰でも楽しめるネイチャーフィーリングでした。熊本花博テレビでは熊本緑化人とその活動を数多く紹介しています。ぜひ他の動画もご覧ください。期間中は様々なイベントも開催していますので、詳しくはホームページをご覧ください。見てね。あわり